I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. よろしくね。そうね。よし。リサーナ。
ほう。そうね。行くかな。よし、ここだ。何が出てくっかな。よっしゃ、行っちゃ行くか。ルーシーキリーって。よし、カリーのThank you.
ショット。ちょっと帰ってきたぞ。そういえば、ギルドの借金ってどうなったんだろう。すっごい額だったよね。ああ、それな。貸したものは返せ。それがオタクのギルドの信条。ということで良いですかな。7年間私たちのギルドへの器物損壊およびメンバーへ、その分全てを私たちもあなたたちに返さねばならなくなりますよ。7年間ガキどもが受けた苦しみ、涙が出るわい。おい小僧、戦争ってことでいいんだな。フェアリーテールらしいというか、なんというか。よし。しかしお前が四代目フェアリーテールマスターとはな。何言ってんだよ。こんなの代行みてえなもんだよ。今すぐこの座返すよ。では返してもらおうかの。次のマスターはすでに決めてあるんだ。五代目フェアリーテールマスターギルダーツ・クライム。ギルダートはどうした？置き手紙がありました。マスター、それにギルドのみんなへ。マスターとか悪いが柄じゃねえ。俺はしばらく旅に出る。気が向いたら帰るつもりだ。それまで元気でな。フェアリーテールは俺の家だ。必ず帰る。その時までにフェアリーテールがまたフィオーレ一のギルドになってることを願う。だがそれは俺の役目じゃねえ。お前たちの役目だ、マスター。それがあんたの最後の仕事だ。フェアリーテールを再びフィオーレ一のギルドに。最後じゃと？バカタレが。こ
こうなったらもう誰にもマスターの座は譲らんぞ。結局どういうことなんだ。じっちゃんが3代目で6代目ギルダーツは5代目だけど、私たちにフィオーレ1の夢を託して旅に出ちゃったみたいね。フィオーレ1か、気の遠い話だな。そうでもないぞ。手っ取り早く1位になれる方法がある。わしらがいない間にフィオーレ1を決める祭りができたんじゃ。フィオーレ中のギルドが集まって魔力を競い合う。その名も大魔刀演武。おお、大魔刀演武、楽しそうですね。まさに祭りってわけか。なるほど、そこで優勝すればフェアリーテイルはフィオーレ1のギルドになれる。しかも優勝賞金は3000万ジュエルじゃ。おお、燃えてきたぞ。大会は3ヶ月後ね。十分だ。それまでに鍛え直してフェアリーテイルをもう一度フィオーレ1のギルドにしてやる。いいね。うん、みんなの力を一つにすればできないことはない。祭りだよシャルル。このギルドは年中そうでしょ。男、祭りといえば男だ。目指せ3000コン、目指せフィオーレ1、チームフェアリーテイル大魔刀演武に参戦じゃ。そうとなればじっとしてられねえ。修行だ。さっさと出かけっぞ。出かけるってどこへよ。そう言うと思って宿の予約は済ませておいた。早っ。それでどこへ行くの。修行、ギルドの皆で行くとなればそれは合宿。合宿といえば海だ。よし。受ける依頼も決めてあるんです。はい、これ依頼書です。グレイ様とジュビア二人っきりのお仕事です。先に行って待ってますから。必ず一人で。あ、おい、って言っちまった。さあさあ行きましょうグレイ様。お仕事なんていつ以来でしょう。おい、そんなにくっつくな。いろいろ当たってんだろうが。いいじゃないですか、誰も見てませんよ。思いっきりギルドの中だろ。全員こっち見てるぞ。はいはい、お幸せに。さっさと行っといで。二人きりでお仕事か。デート？ちげえよ。おほら行くぞ。声出すんじゃねえ。
行き先はここにするか。何が出てくるか。さあ行きましょう。アイスメイク、アイスケイザー、やれやれ、お出ましか。アイスメイク、アイスケイザー、ウォーターパーネック。さて、アイスメイク、アイスケイザー、ウォーターパーネック。さて、アイスメイク、アイスゲイザー、ウォーターパーネック。アイスメイク、アイスゲイザー、ウォーターパーネック。さて、アイスメイク、アイスゲイザー、楽勝だぜ。やれやれ、お出ましか。行こう。アイスメイク、行きます。コールドエクスタイバー、行こう。ロボットアメリカ、アイスメイク、これで決めます。これで依頼された分は全部片付いたか。大したことなかったな。ジュビアとグレー様の二人ならもう何も怖くありません。ですからこれからも二人でずっと一緒に。へいへい、仕事が終わったんだからさっさと帰るぞ。もう釣れないんですから。でもそういうところも素敵。モンスターがまだ残ってやがったのか。クソ、油断したぜ。グレー様、お怪我はありませんでしたか。こことか、こことか。ベタベタ触るな。安心しろ、傷一つねえよ。グレー様が無事でよかったです。グレー様に何かあったら、ジュビアは。ちょ、待って、抱きついてくるな。離せて、おい。ないですか。ここなら誰も見てませんから。ここにはグレー様とジュビア二人きりですから。余計にダメだ、帰るぞ早く。もう待ってください、グレー様。
行き先はここにするか。さて次は、行き先はってきたか。報告も終わったし帰るとするか。お疲れ様でした。この後はどうします？グレイ様さえよければぜひジュピアのお部屋に。お前んち女子寮じゃなかったか。そりゃまずいだろう。今日は疲れたしまっすぐ帰るよ。そうですか、残念です。ああ、そうだ、さっきは言いそびれたが助けてくれてありがとな。おかげで怪我せずに済んだ。そんな、ジュビアはグレイ様が無事ならそれでいいんです。いや、本当に助かったぜ。お前がいてくれてよかった。それはつまり、お前がいなきゃダメだっていう、一生一緒にいてくれっていう。そうは言ってねえよ。